川ボタンさん、團十郎娘、堂々と愛らしい踊り、市川ボタン。市川團十郎さんの長女、市川ボタンさんが12月5日、東京歌舞伎座で、12月大歌舞伎の夜の部、團十郎娘に出演した。歌舞伎座での歌舞伎の本興行で女性が出し物をするのは60年ぶり。ボタンさんは美しく力自慢のお金を演じた。舞台は近江八景の一つの琵琶湖のほとり。花道から馬を引いて登場し、長唄に合わせて愛らしく繊細に心情を訴えかけた。お金、ボタンさんが純朴な様子を見せる中、若い者たちが打ちかかってくるが、長い晒しを華麗に翻し、その軽快な様子に場内は万雷の拍手に包まれた。視聴者からのコメントは、麗華ちゃん、初日の緊張は伺えましたが素晴らしかったですよ。大舞台お疲れ様でした。緊張しますよね。頑張りましたね。とても綺麗です。着物姿も板についてきて、毎日の練習の成果ですね。千秋楽まで頑張ってください。その他好意的なコメントが多かったです。市川ボタンさん、團十郎娘、堂々と愛らしい踊り、市川ボタンでした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。